こんにちは、中央区です。今週のラインナップです。不正情報をお届けする中央ブックマークでは、区内の各図書館で実施している子どもの読書活動推進に関する事業と、浜離宮花と緑の集いについて、今回の特集は銭湯巡り総集編、京橋地域の公衆浴場をご紹介します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区内では区主催のイベントをはじめ多数の催しが中止や延期となっています。このため番組は今週から特別編成でお送りします。まずは区政情報をお届けする中央ブックマークです。今回は2つの情報をお伝えします。1つ目は、子どもの読書活動推進に関する事業の中から、親と子のふれあいブックスタートと子ども読書手帳についてです。子どもがあらゆる機会や場所において自主的に読書活動が行えるよう、図書館ではさまざまな事業を展開しています。その中の一つに、親と子のふれあいブックスタートがあります。赤ちゃんと保護者が絵本の読み聞かせを通してコミュニケーションを図るとともに、読書のきっかけとなるよう、赤ちゃん向けの絵本一冊が入ったブックスタートセットを無料で配布しています。対象となるお子さんは区内在住の0歳児で、中央区保健所から郵送される3から4ヶ月健診の通知に同封されている引き換え券と保健所をご持参の上、お子様と一緒に京橋、日本橋、月島、いずれかの図書館のブックスタートお話し会にご参加ください。またお子さん自身の読書状況を手書きで記録できる子ども読書手帳の配布も行っています。区内在住在学の中学生までのお子さんを対象に、自分が読んだ本のタイトルや感想などを記入することができる手帳で、16ページ50タイトルまで記入が可能です。配布は区内の幼稚園や保育園の3歳児以上のクラス、小学校、中学校を通して行っています。また2歳までのお子さんや2冊目を希望される方につきましては、図書館で配布しています。図書館ではお子さんが本と出会い、読書意識の向上につながる各種事業を実施しています。詳しくはお住まいの近くの図書館へお問い合わせください。なお、区内各図書館では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在閲覧テーブルおよび座席などは利用できません。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。特別編成でお送りしております、こんにちは、中央区です。続いて2つ目の中央ブックマークは、浜離宮恩賜庭園で毎年この時期に実施される花と緑の集いについてです。区ではより多くの区民の皆さんに庭園の素晴らしさを知っていただくため、4月1日水曜日から5月6日水曜日までの期間、浜離宮花と緑の集いを開催します。期間中、区のお知らせ中央3月11日号の4面にある入園整理券に
所定事項を記入し、定員窓口にご提出いただくと無料で入園できます。障害のある方、小学生以下及び都内在住在学の中学生以下の方は、整理券の有無にかかわらず無料で入園できます。なお、4月29日祝日から5月6日水曜日の期間は、開園時間を午後6時まで延長します。詳しい内容については浜離宮恩賜庭園サービスセンターへお問い合わせください。水上バスで来園した場合や入園整理券を持参しなかった場合などは通常料金となります。ご注意ください。続いては特集です。区内にある公衆浴場の魅力や特徴をご紹介する銭湯巡り、今回は総集編です。番組で取り上げた公衆浴場の中から京橋地域の銭湯をご紹介します。中央区内には京橋地域4カ所、日本橋地域2カ所、そして月島地域3カ所、合わせて9つの銭湯があります。今回は京橋地域の銭湯をご紹介します。まずはこちら、銀座湯です。昭和50年に開業した銀座湯は、設備の改修工事を行い、昨年12月中旬リニューアルオープンしました。浴室に足を踏み入れると印象的な壁画が目に入ってきます。女湯には隅田川の花火を、男湯には銀座四丁目交差点の夜景をモチーフにした作品が描かれています。それらを眺めながら入浴できる銀座湯には、シンプルなタイプのお風呂とマッサージ効果が期待できるジェットバスがあります。日本を代表する繁華街銀座にあるレトロな銭湯で全身の疲れを取ってみてはいかがでしょうか。続いて2つ目はこちら、銀座8丁目のコンパル湯です。コンパル湯は1863年創業の老舗、吹き抜けがある脱衣所が特徴的です。浴室にはその日の気候に応じて適温に調整されたお風呂があり、ゆっくりと湯船に浸かることができます。タイルに描かれている12匹の鯉の絵は、お客さんが1年12ヶ月鯉鯉という思いが込められているそうです。古き良き銭湯の魅力に出会えるコンパル湯のアクセス・営業時間はご覧の通りです。続いて平成2年から営業している入船湯です。昔ながらのレトロな空間が広がるこちらの銭湯、温かみのある明かりに照らされた浴室にはシンプルなお風呂とジェットバスがあります。これらのお湯の温度はおよそ44度と高めに設定され、訪れた皆さんに好評とのこと。入船湯の壁面に描かれているのは永代橋を題材とした浮
浮世絵。中央区の昔の姿に思いを馳せながらお風呂に浸かり、心と体をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。京橋地域の最後に紹介する銭湯は、港一丁目にある港湯です。地域の皆さんをはじめ観光客も多く訪れる港湯の特徴は多彩なお風呂。木目調でモダンな雰囲気の浴室にはジェットバス、通常の温度よりも高めの熱湯風呂、そして超微粒気泡が血液の循環を高める効果があると言われているシルク風呂など、一度の利用で様々な種類のお風呂を楽しむことができます。男女の浴室は週替わりで入れ替えていますので、詳しくはお問い合わせください。区では65歳以上の区民の方に健康の維持増進や近所の方との交流に役立てていただくため、区内の全公衆浴場および各協力浴場を1回100円で利用できる敬老入浴証を希望により交付しています。65歳になる月の初旬に引き換え券を郵送します。ご覧のいずれかの場所で敬老入浴証と引き換えることができますので、ぜひご利用ください。なお、現在お持ちの敬老入浴証は令和2年3月31日をもって利用できなくなりますので、引き続きご利用になる方は更新の手続きをお願いします。詳しくは高齢者福祉課高齢者福祉係にお問い合わせください。次回は日本橋地域と月島地域の公衆浴場をご紹介します。お楽しみに。なお、各銭湯では毎月第2、第4金曜日に近所の人たちとの触れ合いの場としてコミュニティ触れ合い銭湯を実施しています。この日は通常470円の大人の入浴料金が100円となります。ぜひご利用ください。続いて中央区からのお知らせです。現在、区ホームページのバナー広告の掲載を募集しています。費用は1広告につき月額2万円で、掲載期間はご覧の通りです。掲載希望月の前月10日までに区ホームページに掲載されている申し込み書に必要事項を記入して、区役所2階広報課窓口に持参、または郵送でお申し込みください。詳しくはお問い合わせください。続いて、新型コロナウイルス感染症の相談窓口についてです。風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続く、強いだるさや息苦しさがあるといった症状の方は、帰国者接触者電話相談センターにご相談ください。電話番号受付時間はご覧の通りです。なお、感染拡大を防ぐため、多くの区主催のイベントなどが中止、延期、変更となっています。区ホームページで随時お知らせしていますので、ご確認ください。さて、お伝えしてまいりました。こんにちは、中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は4月5日日曜日です。それでは